ミナとジュノは水しぶきの中でキスを撮影しなければならなかった。二人ともプロフェッショナルであろうと努めたが、コンパクトはキスの途中で息を呑んだ。キスを続けようとした時、もう飽きた監督がついにカットを叫んだ。この瞬間は撮影ビデオにはっきりと捉えられており、すぐにキング・ザ・ランド、ファンの注目を集めました。あるファンはもう一度キスしたいのに、なぜ監督はカットって言ったの。うわぁ、もし監督がノンストップでキスさせてくれたら3分のキスが10分になるところだったと書いている。これは私にとってちょっとしたハイライトです。彼らがキスをして息を吸ってからもう一度続けたいと思ったのに、監督がカットお指示したのです。非常に残念でした。監督任務と他のファンは結論付けた。一方、王の国のサランとグオンのキスシーンは大衆の称賛を受けた。サランの唇にキスする前にグオンが先に許可を求めたからです。キスは双方の承認が必要であることを指摘しておくことが重要です。